はい、じゃあ回線速度の比較をしたいと思います。こちらは au の 4G ですね。ちょっと今電波が弱い。でこっちは 5G で、こっちはドコモショップの丸の内旗艦店ということで、もうあの一番速い場所がここです。じゃあスピードチェックスタート。違うところですからね。1.2 出てますね。これは相当です。1000倍も違い出ました。ちょっとなんとか頑張って4.7まで行きましたね。はい、こちら圧勝です。こっちがGalaxy S20 で今週発売されたやつですね。で、5G ですね。 5G の繋がってる状態です。でこっちが au の、4G で、iPhone の11でやってます。まあ、回線だけを見たらんですが、もう 1.2 ギガと 4.7 メガということで、300倍ぐらい違うという結果が出ます。まあ、ここはあのドコモショップなんでね、 au はちょっと苦戦してるというような感じです。はい、じゃあ今からですね、YouTube に動画アップする速度を比較したいと思います。でこっちが、Galaxy S20 で 5G でつながってます。でこっちが iPhone 11で 4G でつながってます。で、au 回線とドコモ回線 でここはドコモ丸の内ショップ旗艦店ですね。ドコモ旗艦店で一番、日本で一番 5G が早いんじゃないかと言われる場所です。はい、じゃあ開始しますよ。3、2、1、スタート。始まった。はいはい、7%、8%、9%、22%、23%、30%。こっちまだ準備中ですね。全然違う、全然違う。3秒で終わる、2、1、10秒ぐらいで終わった。終了しました。全然動いてません。ちょ、待ちますか。それが開始されましたですね。ほら、10何分でさっき。1分1分からな、残り何秒にならないもんね。やっぱアップロードってあのダウンロードってサーバーが速度制限かけてるから、 あんまり 1ギガとか早すぎても変わらないことがあるんだけど、アップロードはやっぱりもともと重い、まあ、10分の1ぐらいの速度なんで、なんかサーバーが制限引っかからない程度の速度しか出ないんだけど、やっぱり 4G だと相当遅い感じ。遅さ、この速度の違いよくわかる結果になりましたね。うん、まだやってます。まだ残り1分で勝てます。これはもう全国の YouTuber さんがこのストレスを感じてるということですね。かつ今 5G だと無制限です。一応100ギガパケ法っていうプランなんだけど、しばらくの間も100ギガの制限ないということで、僕も実は初日で1時間やっただけで10ギガぐらい使っちゃったんで、多分そういうトラブルがあるということで、まあ、今最初の100ギガって制限もなくスタートしてますと。まだやってますね。まあ、7%から動かないですね。ちょっと不安定で、なんかこう不安定ゆえにアプリも残り2時間になってます。全国のエンジニアの声を集めて面白いことをやってきます。チャンネル登録お願いします。